もうちょっとでクリスマスなんですけど、何くれるんですか？でもらうことばっかり考えとんねん。なんでやねん。くれる予定だからの話題じゃないんですか？違うわ。あ、なんだ、そんな話するわけないやろ俺が。したとしてもこんな動画にするわけないやろ、そんな話をさ。仮に何が欲しいとかいう話をしたとしても、それを動画にするわけがなかろうて。失礼しました。そんな話しちゃうね。はい、まず根本的な質問をしたいんですけど、はい、クリスマスっていつですか？12月25日じゃないんですか？はあ、え、何言ってるんですか。じゃあもう一個質問です。はい、クリスマスイブっていつですか？24日。12月の、はい、何言ってはるんですか。え、じゃあ整理、あなたが言ったこと、今言ったことを整理すると、はい、クリスマスは12月25日で、はい、クリスマスイブは12月24日ですね。はい、で例えば、まあ、12月24日の朝起きてきましたと、はい、でなんか朝の目覚ましテレビだのなんだのあるやん、はい、なんかジップだので、今日はクリスマスイブですねとか言ってたとするやん、はい、それに、あ、そうだねって思うやな、はい、これが間違いやっつってね。あ、え、え、今日はクリスマスイブですね、だからその朝の番組やってるその瞬間にクリスマスイブやっていうことやな。はい、それが違うっつってね。え、え、え、12月24日の朝ですね、その時点で目覚ましテレビなのやってる時間帯、8時か9時か知らんけど、その時点でクリスマスイブだとあなた方はおっしゃる。そうですね、はいはい、違います。どこが間違っております？何が違うんです？もう全然違うんですよ。クリスマス、はい、それはいつか、はい、教えてあげましょう。はい、クリスマスっつうのは、はい、12月24日の日没から始まります。え？で25日の日没まで、はい、その約24時間、その間がクリスマスです。はい、さらに言うとクリスマスイブっていうのは、はい、その12月24日の日没から深夜0時まで、これがクリスマスイブです。だからクリスマスが12月24日の日没から25日の日没まで、はい、クリスマスイブは24日の日没から深夜0時まで、はい、クリスマスの中にクリスマスイブは含まれている。だから今までの今の答え、さっき弟子が言った答えは、12月24日がクリスマスイブで12月25日がクリスマス、別ってことですよね。まあそうだ。違います。クリスマスは24から25にかけて、うん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 、その中にクリスマスイブは含まれている。クリスマスイブっていうのはクリスマスの夜の部分っていうことですね。うんうんうん、イブは夜っていうことです。イブニングとか言うやろ、うん、ああなるほど、そのイブやから夜っていうことです。なるほど。だからクリスマスイブは12月24日の朝は含まれておりません。あ、そっか、日が沈んでからがクリスマスイブです。ああ、なるほど。びっくりせえへん？いや、なんかストンってきたけど、びっくりせえへん？俺これ3年ぐらい前に知ったんやけど。3年前かい。めっちゃびっくりしたんですけど俺。で結構みんなに言ってんねんけど、なんかめっちゃびっくりせえへんねんけど、みんななんかだからストンってくるんじゃないですか。うん、でもこれ言いふらしたくなるぐらいびっくりせえへん、うん、だからびっくりよりストーンが勝っちゃうんですよ。なんか、あ、そうなん、
うん、俺長いこと生きてきたから3年前やったから結構おっさんやんその時点でもおっさんっすね。こんな何十年も生きてきて全然知らんかったわと思ってびっくりしました。賢くなったね師匠。はい、あんたもやろ俺は3年前に知ってたけど今知ったんやろ、はい、君は。ありがとうございます。はい、びっくりすると思う。びっくりするよね俺。いやだからするんですけど多分周りの人にこうほら師匠が言ってあまりびっくりされないっていうのは師匠の説明がこうちゃんとこうきちきちきちってしてるから納得しちゃうからじゃないですか。納得度が高いんか驚きより。そうそうそう、だから、うん、人が驚かないのは師匠の多分トーク力が勝ってるんじゃないですか。あー、ええ褒め方やなありがとうだからストーンってきちゃったんですよ。じゃあまあこんなもんにしとこうか気分よく終わった。あんまり驚かれへんまま終わるけど。でも気分は良くなった。まあええかなっていうことにしとくわ以上です。はーい。